はい、じゃあ20秒前。10秒前。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。はい、どうも。はい、どうも。デコ帰りです。ボコリョットです。デコボコトラベリングです。お願いします。さあ、今日はね、久しぶりに漫才しましょうということですね、はい、やりたいと思います。お願いします。帰り、どうしたりょっと。今年さ、ジャニーズの TOKIO の問題だったり、はい、ニュースのね、ロリコン問題とかいろいろあったまあいろいろありましたね。未成年とちょっとやっちゃったみたいなやつね。俺さ、若い女の子に手を出すって本当にいけないことだと思うわけ。確かにない、いけないよな、良くないと思う、あいつらはね、アイドルじゃないよ。じゃあ何を。変態だよ。変態だよ。あ、まあ、確かにそうだな。良くない、本当に良くないと思う、ちなみにさ、そういう亮との好きな女性のタイプはどんなタイプなの。着物を着た50代のおばさま。熟女好き。脱がしたい。変態かよお前。早く脱がしたい。お前が一番の変態だよ。なんだもん、脱がしたいって。変態っていうのは俺認める。認めるんだ。変態というのは認めるけどよ、はい、認めちゃうんだ。俺ロリコンではないからさ、ロリではないからさ、そこはさ、ちゃんとして。俺ロリではないから。変態かもしれない、ロリではない。ちょっと待ってもらっていい。何帰り、どうした。さっきからずっと、ロリコンロリコン言ってるさ。言ってるよ、あのロリコンじゃなくて、正式名称、ペドフィリアだから。はぁ、どうしたどうしたどうした。え、時間止まった今、急に。え、スタープラチナですか。スタープラチナザワールドですか。カエリくん、カエリくん、はいはいはい、犬の病気これ。違うよや。あ、野犬の病気。違う違う違う、犬の病気じゃない。病人の病で。あ、そうなの。人の病気です。これはそうなんですか。これはね、あの僕沖縄国際大学で心理学学んでるんで詳しいんですけど。あ、なるほどね。ペドフィリアっていうのはね、ロリコンの正式名称です。この精神医学的に言った、あのペドフィリアっていう病気なんですね。でもね、リョータはペドフィリアではないからさ、ペドフィリアではないんですよ、リョータは、そこだけ分かって。ペドフィリア分かりました。それでは行きましょう、ここでペドフィリア診断クイズ。いきなり、いきなり拍手。はい、リスナー方も拍手してください、ちゃんと。リスナー方も困っております。そう、あ、大丈夫、聞こえてきました。ありがとうございます。なんでそれ、なんでそれ。では問題です。問題。次のうちペドフィリアと診断されるのはどちらでしょう、はい、なるほどね。 A、 A、 13歳以下と手をつなぐ。13歳以下と手をつなぐな、これチビアだよ。ダメだよこれ、アウトじゃないかな。 B、 13歳以下とお風呂に入る、お風呂に入るのは完全アウトだと思う。さあどちらでしょうか。全部アウトだと思うけどな、これ。さあリスナーの皆さん答えてください。手、はい、手挙げた。分からない。手挙げた方は誰ですかね。シャカリコブリキカリッキさんですかね。誰、はい、あ、分かりました、はい、僕が答えます。はいはいはい、分かりました。ですね、さん、はい、はい、じゃ答えをお願いします。答えは、C の還暦美少女初めてのアルバイト、ホットモットでやってもっと。何言ってるばや。え、何何何、還暦美少女初めてのアルバイト、ホットモットでやってもっと。こういう AV 好き。お前の性癖やし、それ。違う。なんで還暦超えて初めてバイトがホットモットなの。もううるせえな、じゃあ答えを教えろ。述べよ、はいはい、答えを述べよ。ありました、じゃあ答えを教えましょう。実は、正解は、どちらもセーフです。おめでとうございます。実は A も B もセーフなんですね、これ。どういうこと。じゃあもう、はい、解説しましょうね、はい、実はですね、この、はい、ペドフィリアっていうものはですね、アメリカの精神学会の基準では、13歳以下との性行為というふうに規定されております。つまり性行為でない時点で手をつないでもお風呂に入ってもセーフなんですね。じゃあ帰り、いや先生、先生、どうしました。じゃあ、はい、スクミズ女子高生とか中3体育美少女とあんなことやこんなことしてしたいっていう人は病気じゃないってことですか。そうなんです、全くもって病気ではございません。じゃあ帰り、いやクズ人間、いや先生、ちょ待って、いろんな葛藤が混ざってるけど大丈夫。葛藤がねすごいよ。じゃあ女子高生好きっていうことは、おかしなことではないってことですね。そうなんです、全くおかしくない、確かに社会的倫理には反してるかもしれないですけれども、はい、全くねおかしい話で病気ではないです。僕はそれをね、世界の男たちに伝えてあげたい。なんて頼もしいんだ。
NPO 法人を立ち上げたい。立ち上げましょう。でも帰り、俺ラジオだけど分かるんだけどさ、うん、聞いてる人たちみんな引いてるな。本当だ、コメントが全然来てない、ね、これ引いてるな。これ完全に他のラジオ局のお偉いさんも聞いてるな。聞いてるか。聞いてるな。あ、でもさ俺さ引いてるのも好きってば。いや変態やし。お前も変態だよ。どうもありがとうございました。デコボコトラベリングのビッグスモールさあ始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリング帰りとりょうとでお送りいたしますよということでね、久しぶりに漫才やったということですね。はい、あ楽しかったですね。お久しぶりのね漫才でしたよ。1ヶ月、あ半年ぶりぐらいですかね。どんぐらいですかね。もうさあ皆さん夏休みのね後半に近づきましてですね、はい差し掛かっております。宿題とか今からやらないといけないって焦ってる人かもいるかもしれません。まあまあいるだろうね。でもねこの1時間生放送でねお送りしてますので、ぜひ全部聞いてから勉強とか集中してやってくださいね。お願いします。いやあのやばい人はあの聞かないで全然やっていいです、はい、これいつもの言っていいですか。あはいどうぞ。FM ギノワキーステーションに36局ネットワークでお送りしております。いやこれコミュニティラジオやから、沖縄でもギノワしか放送してないやから。違う、どうしたらいいのそれに対して。そしてお前チンチンあるやし、お前の目の前にチンチンはもうありますか。違う女の子だったんですか。違うんだよな、そのチンチンじゃなくてあの大人のこれの方なんだよな。早く言ってもらわないとわからないんですよ。いやいや大体流れでわかるだろ。わからない、わからない。急にチンチンの話しないだろ。さあということで我々ロリコン好きのお三方二人がですね今日もどっち下ネタのラジオ、お三方二人どっち三人なの二人なのどっち、お三方の二人がですね違う分からんだから違う三人なの二人なのどっち、お三方の二人。あーごめんなさい、ちゃんと言わなきゃいけない、うん、そうだよな、ちゃんと言おうな。二人の皆様でやってますけど、二人の皆様はどう、はい、みんなで一緒に頑張っていきましょう。もう分からんわ、うん、早く僕のねあのボケについていきなさい。ついてこれんわなんだば急にそんな意味だから。はいということですね、今日も始まりましたけどやっぱ一週間早いね。早いね、もう気づけば一週間みたいなね、うん、しかももう本当に夏休み終わりさ、あの高校生はね、高校生とか小学生、うん、中学生とかね。でもなんかどっかの中学校もう始まるみたい言ってたよ。もう始まってるって言ってたよ。どっかの高校とか中学校は9月2日からとかがある、ね、あれじゃあどっちやったらしいんだろうね。いやでもあのねもういろんなところですからわからないですからね。まあわかんないですけど、うん、俺が聞いた話によると、うん、なんかもう今日から始まってるとこもあるよみたいな話聞いたんですけど、どうですかね皆さんの周りは。もう帰りたちはあれさ、大学は9月後半ぐらいまで、もう10月までか。そうだ、うん、9月の最後の週ぐらいから始まる。いいね。うん、まあいいけど、でもなんかねやっぱ結局さ、うん、大学生だからあれなんだよね、この生活習慣がね乱れてるんだよね。なるほどね、いいね。でもね、だって今からさビーチパーティーとかいろんなやるんでしょ。まあまあまあそれなりにいろいろイベントはまあたくさんありますけど、よくもねビーチパーティーっていうかね、ペンションやることになりまして。おおいいじゃん、はい、いいじゃん。あのペンションやることはいいんですけど、はいはい、僕のあの親友とですね、はいはい、元カノが付き合ってましてですね、そのカップルも来るんですね。そうですね、すごい気まずいんですけども行くなもうじゃあそんな気まずいとこ行くな。行くよ。なんでよ。笑い飛ばして行くよ俺は。どういうことだそれ。わかんないですけどもでもねこういうね、だって久しぶりなんだよやっぱ大学とかさ、こうもう高校生終わったらさ会う機会ってね、まあそうだね、友達なかなか会う機会減っちゃいますからね。だからこれがまた楽しみですけどね、こういうちょっとねこういうイベントがあると楽しみですよ。頑張れ。だからさもう楽しみだな。あとバイト先でもあの打ち上げとかがあったりしまして、いいねいいね、楽しそう。そうそう、ビンゴゲーム大会とかもやる、ね、はいはいはい、いいんじゃないの、うん、楽しみなんですよ。でいつもバイト先のこのね打ち上げの時に青年会が来てくれるんですよ、はいはい、わざわざ。そうなんだ。そうで青年会を披露してくれるあのエイサーとか、はいはい、そう
もう楽しみに満載の夏休みや。いいね、結構意外とイベントごと多くて楽しそうだよ。あーもう充実してますよ毎日。ねえ、いい、いいと思うよ、めっちゃ。ありがとうございました。そうね、だから帰りは楽しみの夏休みは楽しい、楽しんでます。あーそうですか、楽しんでますか。何も言ってんよや。ごめんなさいね、聞いたことは。待って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 、バイト続きの毎日。待って待って、本当のこと言うな。本当だったらどうしよう。じゃあの、あれでしょう、でもあ帰り仮面、あ仮面じゃない、あのね、切り替え、免許切り替え。あ、いや俺は去年バイク取ってるから、俺は免許更新はみんなより1年遅れてるわけよ。俺さ、一昨日免許切り替え行ったわけさ、はいはい、で写真撮るさね、もう一回あの2年前だから、うん、最近の写真に、ね、もうね、やっぱ芸人のダメなとこ出たわ。変顔3回ぐらいしたわ。やめれや。本当にあの、あんた本当ガチや、ガチガチ。本当に良くないよ。じゃあ比嘉さん行きましょうねって、はいチーズやって、あ、ヒガさん、ヒガさん、本当にこういうの良くないです、真顔でやってって言われるよね。真顔にやってくださいね、うん、あ、やっぱリラックスしないといけないからとかあって、変顔やってしまったんですね。すいませんすいませんって言って、また俺が、うん、迷惑。3回ぐらいやっちゃった。お前3回は多いぞ。、うん、でもあの笑ってくれた。あはなら良かったのかな、うん、これは。よかった、笑いの渦を巻き起こしましては公安で。いやよかったですよ、公安で笑いの渦巻き起こして何になるば。楽しかった。いやいや、楽しかったんだったらいいかな。あのさ、公安で注意してほしいのがさ、あー、なになに、あ、まあ、注意っていうか分からんけどさ、お前も分かると思うんだけど、はいはい、あの帰り、今からまだ切り替えやったことないか、免許切り替えの場所があるわけ、まあまあまあ、で、はいはい、免許切り替えの場所に行くルートの時に、はいはい、でっかい駐車場がいっぱいあるわけ。お、でおじさんがここ入ってここ入ってってやるわけ、はいはいはい、入ったらねお金取られる。うん、そう、え、じゃあどこで切り替えやった那覇？俺は茶炭。茶炭？茶炭のところ。あ、中、あの沖縄市のところ。そうそう、沖縄市の。はいはい。だから本当あるんだけど、まあ、駐車場が小さいからね。沖縄市のところ一回悪いんだよ。うん、俺名護だもんだって行くときは。で、それでですね、じゃあ、じゃあ今の反応何ですか？ちょっと待ってください、それで、じゃあ、じゃあ、映像判定お願いします、もう一回。ラジオの方聞いてるんだから映像なんかできないんだ。もう一回、じゃあ、もう一回説明するよ。だから、公安行きます、行きます、うん、で、行ったところにおじさんが立ってて、こっち入れって言って、入った時にはもうお金取られるっていう、うん、だから、それは沖縄市のところでやるからでしょ？ちょ、だって俺、うるま市の地域だもん。名古屋でやったら全然そんな関係ないよ。で、それでですね、は、話する気あるお前。ないよ、はっきり言ってないよ。じゃあラジオやんなよお前。じゃあ帰ります。帰りますじゃん、頭おかしいのかお前。バグってますよ、バグってるよ本当に、はい、お前ファミコン並みにバグってますよ。お前ファミコン並みにってどういうことかそれ。わかんないです。何を例えにした今。いや、例えはダメだねやっぱり。やるべきじゃなかった。なんだこいつは。さあ、じゃあコメント読んで聞きましょう。コメント読んで聞きましょう。はい、コメント読んで聞きましょう。あ、まあ、間違ってないのかなそれって。さあ、あ、 FM ギノワンさんから、 FM ギノワン、あ、違う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 、キャス配信中ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次行きましょう。スプリームさん、民謡で中うかなびらの皆さんこんばんは。違うよ、小林幸子やい。違うだろ。小林幸子じゃないよお前は。リョウトと小林幸子。俺なんだ。小林幸子。小林幸子。違うだろや。見てないの？民謡で中華鍋だ。いや、見てはないよ。あ、聞いてるんだね。ちゃ、そういうことじゃないんだけど。聞いてもないです。はい、次行きましょう。なんで言ったのそれ。こうたくん、こんばんは。こんばんは、こうたくん。ヨットちゃん、かいりくん。ありがとね、こうたくん。中谷の子さん、こんばんわんこーってことね。こんばんまんこー。ちゃ、わんこだから。あ、まんこ、あ、まんこじゃないから。わもまも同じですよ。一緒じゃないわ。じゃあ次行きましょう。いやいや、ね、猫なのに。ワンコっていうからね。さすが猫さんですね。さあ次行きましょう。はい、続きまして ST さん、お風呂と思います。あ、あさっきの漫才のね、はいはいはい、どちらともセーフですからね。まあまあそうです。お風呂でも手つないでもね、まあ、ねペドフィリアと診断されないので、今の時代世の中おかしいですよ本当に。おかしくないけどね、まあ、おかしいか一応。はい、じゃあ次読んでいきましょう。かこのちゃん、かこのちゃんこんばんは。こんばんはということで、うん、昨日と今日はテストだったの、実質もう夏休み終わってますということで。そっか、嫌だよね夏休み終わるのってね。ていうかさ、お盆の時とかもさ、親戚といっぱい集まるさ。はいはいはい。でお盆のこのね、帰ってきてる先祖さんも思うはず、子供たち手うとうとしてると思うけど、うん、頭の中が宿題のことでいっぱいだぜ。今日これ終わったら今からまた宿題やらないといけない
からお盆しに行ってるけど頭の中は宿題いっぱいってことね、めんどくせえな、いちいち口壁焼くのとか思ってる人多いと思います。特に帰りなんでよ、俺ら宿題ないもんいいな、大学生はね課題がないんだもん夏休みは。いいですね、うん、でも分かる気持ちだってさ、いあの小学生だったらあの、はいはい、1日1回日記書かないといけないのあるさ、あこの短編に、はいはい、毎日なんか書くやつね、日記みたいなやつでしょ、あれ困らんだって俺ほとんどやることないもん、1日眠って起きてそれ書けばいいじゃん、眠って、今日は何時に寝て何時に、ね、あ起き何時起きて何時に寝ましたみたいな書けばいいじゃん、あ、うん、ほとんど半年ぐらいそれでよ大丈夫なのかな、面白みは一切ないけどね、一切ないね、うん、あの多分だからそれが嫌なんだよね、うん、はい、じゃあ何かじゃあだから自分で作らないと、そういうハワイ行きましたとか違う、じゃあ話を作るんじゃなくて自分でなんかその話題作りのために何かを知れってことさ、めんどくせえよ、おい、じゃあ生きてる価値ないだろお前、なんかそれ、 なんかそれめんどくせえよ、めんどくせえよじゃねえよ、なんかあでもなんかラジオ体操俺最近行ったってば一人で何が面白いば俺も全くわからん、何に笑ってるば今、俺あのなんかあのうるま市で飲んでて、はいはい、で朝4時5時ぐらいになって、はいはい、であかいあの居酒屋から歩いてお家まで帰ってる途中に公民館でテンテンテテンテレンテレンテンテテンってラジオ体操やって、はいはいはい、俺も酔いながら参加した帰ってくださいそういう、いやいや帰ってください、酔っ払ってる場合帰ってください、本当に俺もやりたいなと思って天眼公民館で朝からなんか酔った勢いでラジオ体操参加するのやめてください、おじさんとかがおはようございますおはようございますじゃねえよ、おはようございますって言ってやって帰ってあのまたコンビニであの梅酒買って飲んで帰って、なんでまた飲んでるばよ、あ美味しかった、帰って寝れよそのまま、いやいやいやまだまだまたまだか分からんけど奈々ちゃんこんばんは、土曜日のお笑い劇場お疲れ様でした、ありがとうございました、お笑い劇場もあったんですよ、そうなんですよ ね、来てくれた方ありがとうございました、本当にしい、はい、もうねちゃんとね、うん、楽しくできましたので、また来月もありますんで、はい、よろしくお願いします、ね、はい、お時間ある方はぜひということで、しいしいシェイシェイ、まあいいや、はい、次行きましょう、ヒカルさんこんばんは、山梨県アルイのヒカルです、カイリ君リョウト君今日もゆたしくで、ああゆたしく逃げさびら、ゆたしくです、よろしくお願いします、人生送りバンドさんペッパーデコフレームありがとうございます、ありがとうございます、 ST さんお茶、ありがとうね、お茶ね、頑張ってくださいということで、はい、さあ今日も1時間お送りしましたけどどうでしたか、カイリ君終わりじゃないよ、まだか、16分だねまだ始まって、はぁ、あ、遅いな時間時計持ってないし、しかもお前さあなんで手首の甲を叩いてお前時計持ってる風な足してる、うん、時計買いたいんだけどねお金がないんだよね、バイトしてくださいそれは、はい、ヨナミさんバンコっていうことで、まあ、あバンコバンコこんばんはということなんですかね、はい、シュプリームさん明日から旧盆だけど内髪は何億円ぐらい燃やすれて、てか2人とも長男違うのということで、俺だから前のお盆、あ結構前か、前のお盆の時は、はいはい、親がちょっと妹の送り迎えがあるから亮とか長男の代わり、長男だからやっといて内髪ってやってて、なんかやっぱ、はあはあ、内髪ってね、この人によってどれぐらいやるかって決まってるんですけど、そうね、俺1枚で1億ぐらいなのかな、1つ束で、あ1束で ね束で、うん、俺10億ぐらい焼いためっちゃ焼いてるやし、うん、お金持ちだよ、だからうちの父ちゃんよくないんじゃないかなそれ多分、さあ内髪ということで聞いてくださいこれはなんだっけ、待って、あのうちの先輩のね、ゆたうむしるむの、あのうちの先輩大金、知念田新一郎さんがやってるね、うちの大金のぞみさんがやってるやつね、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、ウィーユーウィーユーじゃあウィービーウィービーウィーユーウィービーウィーユーウィーユーって何、ウィーユーウィーユー、違うじゃあお前今ウィーユー振ってんの、じゃあやばいよじゃあミキサーまで踊ってるわ、うわやばいわ、ありがとうございます、ミキサーもこのねラジオでも聞こえない、そして映像にも映らない場所で全力で乗ってる、そんなラジオです、そんなラジオよろしくお願いします、はい、いやもうね内カビ、まあ、僕らはそう長男ね、両の長男でしょ、あなたのすぐそばにいるんだよ、あれ俺長男だ、なんで嘘ついてるの何の嘘それ長男だよ、両とはまあまあね、僕らも二人とも長男ですけど、まあ僕は一応まあ長男の長男の長男なんですよね、一応長男なんですね、長男の長男だ、おじいちゃんがいて、でその長男の長男だから、あーそっかそっか、
まあそうで、しかもあのそのだから俺付着家本家と、もうだから俺のおじいちゃんが本家のところの兄弟だから、付着家ってなんか付着って沖縄にしかいない中でも女村の中でね、で俺も色濃く付着を継いでるから、すごい遺伝がすごいですよ。そうそうそう。だけどね、まあ本家はいろいろごたごたが今ございましてね、それであの僕はもう付着家やめてーと思ってるんですけれども、はい。うわ、一本ドラマにしない一応本当にあの水曜サスペンスとかできそうやつ、あできそうなぐらいの、うん、あのいろんなね事情がある。付着家の真実イン中止まり前金区です。あ、前金区、あいいよ、どうでもいいよ、よくないわ俺ら本当にだから十何代ぐらい続いてる付着家だから、俺らの本家はねだってね、本当に付着家ってない、ま、珍しいもんね。いろいろ問題があるらしいんですけれども、なるほど、まあ、僕はできるだけそういうのにはね関わらないように生きていけたらなと思ってるんですよ。僕も日垣なんですけどね日垣はいっぱいいるからな。日垣の親戚にはですね、あの誰もあの頑張ってっていう声はないですね。棒読みの頑張ってばっかしが響いてるんですけど、お盆の中は。あ、まあまあそれを見返してやればいいって話ですよね。やるよ、やってやるよこいつ今日テンションおかしいな中子菜ちゃん、宿題まだ一つも終わってない、手伝ってくれませんかということで。あ、手伝いたいんだけど、俺がやったら全部ね、あの答えがダメになる可能性、大変なことになるからやめた方がいいと思うよ、自分でね。かんこちゃんは、高校生、中学生か。え、今高1じゃなかったっけな。でもね、高校生でもやっぱ、宿題あったか俺たちの。いや、あったあった、あったよあったよ、あったよ。いやいや、まあまあ農業高校だから少ない方であったけど、あれ一応数学もあった、あったあった、出されてた普通に。いや普通教科のはちょ軽く出されてて、でそれとプラス農業のあのね、この何、管理実習みたいなやつかな。なるほど。うん、とかありましたね。で、ヒカルさん、お茶ありがとうございます。ありがとうございます。リョウタさん、カイリさん、所長見舞い届いてました、 FEC に送りましたということで、ありがとうね、見ました。僕、あ、俺ちょっとまだ見てないな、ちょっと事務所行ってないからね。だからあの事務所とかさ、大御所の先輩とかはあの初中見舞いとか来るんですけど、初めてだったんで嬉しかったっすね。初めてだよね、多分初中見舞いが来るね。ありがとうございます、ありがとうございます。事務所にね送っていただければ僕らも読めるんで、よかったらね、聞いてる皆さん FEC の事務所に送ってください、はい、できれば天下とかも全然送ってもらって結構ですいやいやダメですダメです面白いので中田猫さん、超超超いい感じ、超超超超いい感じということでね。ということで酒飲んでるんですかね今日は毎回飲んでるな、そしたら。いいな中田猫さん、こういうのいいです。シュプリームさん、レモンケーキやくんぺんお供えすんのかな。そう、うちも、ね、レモンケーキとかマドレーヌとかね、あの沖縄のお菓子、まあまあそうだね、沖縄お菓子置いたりとかね、あと果物、くんぺんも好きなん、くんぺん、あ、そっか、くんぺん、くんぺん糖のことかな。くんぺん糖のことではないと思う。うそ、ちょ、くんぺん糖だよ。くんぺん糖はあれでしょ、あのだから格子みホチツナみたいなやつでしょ。あ、そっかそっか、ごめんなさい、うん、間違えました。違うよあれだ、間違った、うん、あれもあれもだよ、香菓子っていうあの お砂糖のね塊ね。はい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 、うん、いろいろそういう沖縄のねお菓子を置いたりとか、はい、ひかる、あ、ひかるさん、うちかびって何って初めて聞いたってことで、うちかびっていうのはですね、そうね、先祖にお金送らないといけないんですよね、こういう時期はね、この沖縄の風習でですね。そう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 、ちょっと黄色っぽい、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、生地みたいな、なんかちょっと布ではないんだけど、トイレットペーパー、そう、トイレットペーパーみたいな生地で、黄色くてね、ちょっとそういう四角、ちょっと長方形みたいなやつで、なんて言えばいいんだろう、あのブランドに似てるよね、ブランドの、あ、革の、あ、うん、あ、あれなんて言うんだろう、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンみたいな、あのこういうマークがいっぱい入っててまあまあ、そんな感じの紙を燃やすと、ご先祖様にお金がいくと、そのこの内カビっていうものが、まあ、先祖にお金、先祖っていうか、そのね、死んだ方々にはお金として使えて、うん、あの世ではね、それを俺たちが焼いて送るっていう文化があるんですよね。そういう風習がありまして、でお供えしているこの餅とかいろんなのがあるんですけど、この内カビを焼いた後にその餅とかお菓子を入れるんですよ、この焼いたこの中に。だから、ね、あ、そうなの、入れないの、入れない入れない。あ、じゃあ俺たちだけなのわかんない、入れるのかな、場所によって、うん、入れてんのかな、わかんない、俺たちは入れるやつだ、入れて置くんだけど。そうなんだ、そんな足はだって食べれなくなるじゃん。いやいや、あの世の人は食べるでしょ。ちょ、俺らが食べれなくなるじゃん。でも食料の無駄遣いだよそれは。じゃあちょっとうちのお父さんにいや言わないで、言わない、言わんで、言わんで、言わんで、ごめんごめん、そういう時風習ね家によって変わりますから。そうだよお前、謝れ
お前。ごめんなさい。許しません。うわ、笑顔で許しません言われたわ。アスカちゃんこんばんは。私の夏の課題何があったか聞いてくれますか。笑うということで。夏の課題だよね。課題か。まあまあ、だから宿題みたいな感じってことだね。そっか、大変だな。シュプリさん、マラドーナもお供えするんだ。しないですよ。するんですよ。しないですよ。マラドーナはあのサッカー選手ですから。マラドーナとか、ね、しないです。あのマラドーナはあの供えるものじゃなくてサッカー選手として見るものですから。あ、そうなんですか。分かりやすいです。お前の家マラドーナ供えてんの。そうそうそう、内壁開いた後にもマラドーナを入れて。やばい家だこれ、やばい家だこれ。いやいや、やめてください本当に。まあ、まあ、ちょっといろいろ喋ったんで、一旦ちょっと CM 行っていいですか。はい、あの、はい、あのいろいろごちゃごちゃしましたけども、はい、それじゃあ行きましょう。一旦 CM です。ちょっとつないでいてね。はい、こいつやば。内壁は本当にトイレットペーパー会社が作ってます。そうなんそうなんですね。唇が痛え。アスカちゃんの課題何なんですかね。気になりますね。課題評価なんですかね。課題評価なんじゃないんじゃないですか。課題評価じゃない。じわじわ来たな。あ、すごい来た。おー、いや、多いな。はい、じゃあジングルいきます。5秒前。お前でっかいな。お前ちっさいな。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、CM 明けました、はい、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしておりますよ。ということで、あすかちゃんから来ましたけども、この課題の量が。なるほど。センター数学 1A5 年分、センター数学 2B5 年分、日本史兼模試3年分、日本史小テスト訂正6枚、日本史ワーク70ページ弱、古典問題集10題、原文問題集6題、英語問題集10題。俺だったらパニックパニックパニックなってます。いや、ちょっとね、だから本当にこれやばいね。これはやまあ進学校ならではのもんなのかな。すごっ。って言っても沖縄の進学校でもここまでやらないと思うけどな。アスカちゃんすごいな。ちょっとね、死なない程度に頑張ってください、ね、本当に無理しないでよ。まあでも受験生だからこれぐらいやんないと。まあね、だって国公立とかさ行くんだったらさ、ね、やっぱそんぐらいねやらないといけないんでしょうね。いろいろありますからね。ごめんね。頑張ってな。いつもヘラヘラしてね、申し訳ない。なんで急に謝ってるのこいつ。いやー、まあでもまあ頑張ってほしいところではありますよね、やっぱりそこはね。まあ、ヒカルさん最近本当に沖縄ドハマり中だけど、いろいろ勉強したよということで、いや嬉しいですね、そうやって言ってもらえると。沖縄ね、いろんななんかちょっとした風習ありますからね。そうそう、結構だからさ、この他の本島とかと変わったさ、風習というか、そういうね、なんかいろいろいっぱいあるんで、よかったらね、そういろいろ調べて、なんか興味持ったらそれについてちょっとね、いろいろ学んでいってほしいなって。めっちゃ面白いこといっぱいあるんですよ。よければ周りにもね、そういうの広めていただけたら沖縄も。あれ、ヒカルさんに教えたいのが、赤ちゃんの頃って、あの、単価遊泳って言って、はいはい、あのお金と、うん、ご飯と勉強道具とかいろんなの置いて、はい、赤ちゃんに「はい、どれがいい?」って選ばす風習があるんですよね。え?お前そんな風習あるんだ。え?お前沖縄の人ですか?沖縄の人ですけど。単価言え、分からんのお前。知らない知らない。何それ。え、本気?え?ちょっと分からない本当に。ヒカルさん同じ山梨でした。違います違います違います。そう、イカラさんマジであるんですよ。子供たちがどうやってこう進路に行くかっていうのも進路相談があるぐらいなんです。進路相談みたいな感じであるんですよ。へえ、そんなに進路相談できるはずもないのにな。あ、お前謝れお前。お前中国から伝わった文化を謝れお前。沖縄お前。そうなん、でも面白いなめっちゃ。そうそうそう、全然知らんかった。参加は普通にありま
ね、ありますよね。とかマイクとか置いてて、マイク取ったらこの子は歌手になるとかね、はあ、三振取ったりしても歌手になるとか、お金だったらお金持ちになる、ご飯だったら。何歳ぐらい、それ何歳ぐらいやんの。1歳ハイハイしたと。ハイハイしたらもうやる、うん、ハイハイしたら。え、うちやってないよそんな。なるほど、やってんやってん。可愛がられ、がられてなかったっていうことですね。どういうことよそれ。いやいや、やるよだって。いや、うちはやってないです。終了した。久しぶりにあるね、こういう終了する。いやもう、え、ちょっと何、タンカー遊泳です。タンカー遊泳、遊泳だったかな。はあ、いや今日はちょっとツイキャスがね、あのコインがたまらずに終わっちゃったんで、ちょっともうツイキャス終わっていいかなと思ったんですけど、いいですよじゃないだろ。お前がいいですよ言ったら終わるわ全部。いやもう、そんな感じなんです。そうなんだ、ちょっと知らんかったな。ちょっと初めて知ったのお前、マジ？マジで初めて知ったやつ。どうなんだ、だからどうなんですかね、うちはあんまり沖縄を色濃くついてないのかな。でもやる人ところってやらないと、ね。まあ多分本家と、俺のだから本家とか多分やってるんでしょうね。俺たちもやったって言ってた、うん、俺なんかおじいちゃんは結構ひねくれてるから、うん、だからそう、本家が今いろいろごたごたしててだから、あ、こうガチなんだ。そうそう、それでなんかそのこんなで、なんかこのユタになんかそう、もう結構さ、だからその本家のところの奥さんの方が、うん、結構もうなんかユタとかに頼りきりになっちゃって、うん、あーもうユタで、そういうの嫌だってわけよね、俺のおじいちゃんとかは。ヒカルさんとかは分からないと思うんですけど、ユタっていうの、うん、沖縄でユタ半分、何半分でした？うん？分かんないです。ユタ半分、なんとか半分って言います。病院半分かな、なんか。医者か、医者だ。ユタ半分、医者半分って言って、ユタって霊媒師、あ、ユタ分かりますか？うん、まあ、ユタは有名だから知ってんじゃない、さすがに。うん、本当の人も。あ、じゃあ、うん、まあまあ、だからユタとかに、ね、結構どっぷり使っちゃって、でなんかユタがね、使っちゃダメよね、なんかその、まあ先祖が怒ってると、うん、このなんか付着器こんな感じになって、先祖がなんかぐじぐじ言ってると、先祖がプンプン丸してると、うん、そうそうそう、こんな問題ばっか起こしてみたいな、うん、プンプン丸で、俺のじいちゃんはだからそれに対して、だからいやいや、こんななんかさ、うん、この自分のこのね、この孫とかそういうさ、うん、子供たちをそうやって見て、なんか怒るようなクソみたいな先祖はいらんと、おだったら俺が神になってやるっつって、付着家から抜けて自分で家を土地買って家建ててるわけよ。だから俺がじゃあ初代の付着家今からまた作るっつって、そんなクソみたいな先祖にはならんっつって、俺のおじいちゃんは新しい家買って新しい付着家をここから作るっつって。お前のじいちゃんが？そう。へーで、だからもうね、まあ結構だからもう財産もあるから、もう土地の完済も終わってるし、全部結構広い土地なんだけど、俺の女村のところね。じいちゃんやるな。俺のじいちゃんは結構だから、そういうじいちゃんって、あのお前のあの元気なおばあちゃんのじいちゃん。そう結構だから芯が通ったすごいじいちゃん、まあ結構頑固だから、結構ね、頑固だしちょっと面倒くさいところあるんだけど、まあ、それでもやっぱね、ちゃんと芯は通ってるね、すごいやつだなって、まあ、結構尊敬はしてるよね、俺も。そういう感じなんですね、そうだって。じゃあ俺たち平和や。そう、だから本家が近いからね、言ったら、だから俺らはだから、まあ宗家に当たるんだけど、まあ、結構本家だから今継ぐ人がいなくてさ、うん、あ、じゃあ俺が継いでやろうか。ダメです、日がだろお前、うん、日がだろ、日がだろお前。じゃあ俺の妹と結婚するってこと？無理です。なんでよや。それはそれでちょっと嫌だわ。だってそしたら帰りが兄ちゃんになるんでしょ。そうだよ、こんなお兄ちゃん嫌だよ。いやいやいや、お断りだ、お断り。お兄ちゃんにしては結構いいお兄ちゃんだと思う。自分で言うね、自分で言うのもなんだけど、ね、周りに言われてからなんぼだろや。うん。まあな。じゃあここでですね、まあお盆に近いっていうことで、このコーナーやりたいと思います。あ、はい、行きましょう。ミキサーキャンさんの怖い話。このコーナーはですね、僕たちデコボコトラベリングのミキサーをしていますキャンひろゆきさんがですね、あ、キャンひろゆきじゃないよ、違ったよ、違ったよ、それ放送作家の方。間違えました、放送作家の方。キャンさんがですね、うん、あの本当にね、幽霊がちょっと見えるということで、それで怖い話をしてくれるということで、キャンさんお願いします。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。お出しします。さあ、やっぱ夜でお盆っていうことですね、キャンさんがとっておきの怖い話をしてくれます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速
一つお話ししましょうか。いっちゃいましょう。まあそこまで怖くないかなって思うんですけど。まあまあまあ、まあ、怖いよ怖いよ、夜だもん。実はですね、うん、私の家の家系がですね、うん、父方の家系が元をたどるとノロ、うん、の家って、あ、ノロの家系でして、ノロっていうと、ユタの中でもその地域を治めている、もう本当に上のくらいの、上のクラス、要は役職としてあるユタの方。なるほど、なるほどね。最後のノロだったらしいんですよ、うん、うわすごいな。でそれでまあ父方のところも結構すごい家で、うん、で母親自体も結構昔から霊媒体質というか、うん、割といろいろ見えたり、なるほど、なんかいろいろこの不思議な体験をするような家庭だったらしいんですよ、うん、そしたらまあおのずと、まあ、お互いの血が入ってるんで、まあ子供である僕たちは、うん、結構見える方だったり、はあ、聞く方だったり、まあ、そういう人間がですね集まってお話しするとっていう話なんですけど、おーやばいな。このですねお盆の時期に、うん、まあ、なぜかですねやはりみんな人が出入りするじゃないですか、うん、やっぱりこの親戚がいっぱい集まったりとか、うん、はいはい、このまあ夜遅くまで起きたりとか、うん、ちょうど小学生か中学生ぐらいの時だった、小学生の時ですね、うん、小学校高学年ぐらいの時に、まあ、テンションが上がったんでしょう、うん、妹は先に寝ちゃって、まあ、妹はあんまりこう幽霊とか見えないっていうタイプなんですけど、うん、僕と、まあ、僕の弟もちょっと見えるタイプで、うんうん、なるほど。でそして、まあ、さっき言った、まあ、ちょっと霊媒体質な母親と3人で、うん、まあ、暇つぶしにちょっと幽霊話をしようみたいな、うん、ちょっと百物語みたいな感じで、なるほど、みんなでそれぞれ話をし始めるんですよ、うん、するとなんかだんだん空気がちょっとピリピリし始めるんですね、うん、まあ、お盆の時期ですから、まあ、ちょっと家の外騒がしくなってきたなと、うん、はあ、なんかちょっと風がざわついたりとか、なんかいつもと雰囲気違うなって思いながらも、うん、まあ、なんかその時は嫌ようになんかテンションが上がってみんなで話し進むんですよ。なるほどね、まあ、こんなのいけないよね、うん、いけないよね、なるほど、って思いながらも話しているうちにこういざ自分の番になって話をします、うんこうやって話してると目の前に仏壇から離れてるはずなのに白い煙がふわって通ったの。はあ、怖い怖い怖い。で、は？何？って思って固まるじゃないですか。で、話し方僕止まるんですよ、うん、でもこの時話を聞いている弟も母親も全員固まったんですよ。へえ。怖いな。もうその後は全員で目合わせてやめよう、やばということで、同時に見てはいけないものを見てしまったというお話です。やっぱこういう怖い話をすると寄ってくるっていうのは本当なのかもしれないですね。まあでもその時は白い影だったんで、うん、まあ来たっていうよりもお前らこれ以上話するな、うん、ちょっと忠告みたいな、ね、忠告みたいな感じだったと思います。なんかやっぱ影とかでもいろいろ違いますからね、はい、先祖とかがね、ちょっともしこれやったら他のものが寄ってくるかもよっていう合図かもしれないし、何か分からんけどちゃんと何かが起きるかもよっていう忠告だったのかもしれない、だったと思いますよ。ということで、怖いな。お盆の時期には皆さん、うん、遊び半分でこういうお話することはやめましょう。あとね、お盆だからといってね、こう廃墟スポットとか行くのもね、良くないと思いますから、ね、それは一番良くないですよね。こういう時こそ本当に、うん、持って帰りやすいですからね。ね、危ないですからお願いします、はい、じゃあもう一つぐらいなんかお話した方がいいですかね。これもうわ、これ結構おもろいな。はいはい、じゃあもう一つちょっと怖い話を、はい、よろしくお願いします。思います。これ話したことあるかな、うん、自分が初めて人と違うものが見えてるんだなって思ったのが、うん、はい、幼稚園生の時なんですけど、幼稚園生、はい、沖縄市の自分宮里という地域に住んでまして、はい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 、まあ、近くに団地があるんですよ。待ってください、ありますね。山の隣にある団地なんですけど、
まあ、そこ結構有名な場所で、うわマジか、俺の友達が住んでるところだ。で子供の頃は全然知らなくて、そこって小学校とかもありますよね。ありますあります、ありますよね。あ、やっぱそこだ。でその団地の、うん、あの屋上から手を振ってる人を見たことがあるんですよ。怖いな。で手振り返したんですよ。あ、キャンさんか。したらみんな、ん？何？みたいな、うん、え、何じゃないよ、手振ってるじゃん。うん、怖そうや。何言ってるの、誰もいないよ。怖いな怖いな。以上、人と違うものが見えていたというお話です。これは怖いぞ。だって団地とか俺の友達が住んでたところだし、これこっちの団地。というわけでね、はい、今日でもデコボコトラベリーのビッグスモールは最終回。も怖がって、もう閲覧人数減ってるもんね。もう最終回ですけど。怖いな。いやちょっと。と無理だな。だってさ、これでもキャンさんがまだ喋れるぐらいの、まだみんなが怖がらなくていいようなものですよって言ってる話さね、うん、もっと怖いのあるからさ、これ怖いっすよね。キャンさんいっぱい持ってるから。いや、なんかヒカルさんもコメント見る限りだ、いろいろ怖い体験してるから持ってるみたいですけれども、そうですね、ちょっと僕そろそろちびりそうなんで。ペットボトル、余ったペットボトルあるから。いやちぇ、ペットボトルにやるかや。怖いですよ。ちょっと本当に怖いの無理なんだよな。もうこれお盆の時期になると怖いっすよね。やだな、もう俺怖い話とか聞くと喋れんくなるからさ、本当に、うん、やめてほしいわ。この後またコーナーもあるのに。RBC のこのラジオやってるんですけど、土曜日。そうね、パインページの格好やって RBC のトイレで落とすんですよね。ああ、はいはい、でいつも一人なんですよね。うん、たまに両党って言われるやつ。え、どういうこと。誰もいない。え、いやいやいや、いや、よくないって。そういう、誰も帰ってるんだよ、うん、帰ってるんだよ、うん、っていうか帰ってるし、うん、俺いつもそれか誰かが待ってるんだけど、うん、両党ってやったら両党って聞こえるんだけど、本当にもう近くでリョートっていう声が聞こえたり。いいよ、もういいよいいよ、もうやめよ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 、本当にやめよ、マジでもう嫌だ、本当に。だから俺はやだやだやだ、もう嫌だやだ。チョップスティックスのリークを、うん、もう嫌だ読んで、はい、もう俺 RBC トイレ入れない。ちびらせちびらせ、もういいよ、お前のカバンに全部やるからな、俺お前のカバンに全部かけるからな。そしたらサタデーマグネットで紹介します。他番組で紹介すんな。紹介します。はい、だけどまあいろいろ喋ったんで、ちょっと一回 CM 行きましょうか。一旦 CM です。一旦曲は、あ、今日は飛ばしましょうかね。はい、本当は曲はね、はい、チンコで頭をぶっ刺したいっていう、歌だったんですけど。どういう曲だ。どういう曲だろう。その曲はなしで。いや、はい、じゃあ CM で今日は CM 行きましょうか、そのまま。はい、はい、どうぞ。そんな適当に振るわ。じゃあ電話かけてみましょうかねって言ったら、僕がかけてスピーカーにして渡すんで。あ、お願いします。もうすぐそれでいきましょう。入りましょうね。ちょっとそれ VR じゃないよ。あー、すごい。おっぱいな。VR で英語みんな。おい。やばいよね。あれやばいっすよね。やばいよね。VR はやばい。本当最高。あれはすごいな、本当に。うん。マジですごいと思う。でも触られてないと感じないからね。ね。あれ IR だし、VR と連動したあの、買いたい。普通に買いたい。誰か事務所に送ってください。これかよ。はい、じゃあ、間もなく。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、CM を開けました。ビッグスモール、ただいま生放送でお送りしておりますよっていうことでね、お願いします。いやもうちょっと疲れちゃったな。怖い。
なんかさ、だから俺ごめんなさいね、しょっちゅう飲み物飲んで、俺喘息発作起こしてるんで、今ブラックコーヒーわざと飲んでるんですよ、ごめんなさい。そう、ね、わざとブラックコーヒーなの。喘息はブラックコーヒーがいいって。そうなんだ、うん、だからごめんなさいね、ちょっとあんま今日息が、それもっと早く知りたかったな。俺も喘息ほぼ治っちゃったしな。ダメな、何それ。ダメはい、というわけで、はい、もう回収しきれなかったので、はい、じゃあね、もう早速コーナー行きましょうか。行きましょう。それでは続いてのコーナーです。帰りの恋愛相談教室。はい、このコーナーは恋愛経験豊富な帰りがさまざまな恋愛相談を解決していくというコーナーとなっております。さあ、久しぶりですね、このコーナーですね、はい、1年間続いてるんですけど、帰りがね、彼女と付き合ってる頃はいろいろとですね、リスナーさんがコメントをしてくれたんですけど、別れた途端ですよ、リスナーさんが励ますラジオになってしまいました。いやいやいや、番組になってしまいまして、まあまあそんなこともありましたけれども、今日はね、はい、相談したいという方がいます。すごい、帰りのね、腕をね、はい、試せますよ今日。いやいや、試せるっていうか、もう実証はされてるけどね、腕は。だってね、ありますよ、ガチで結婚してますからね、うん、ちゃんと実績ありますからね、うん、それで結婚しましたからね、うん、だってこのちょっとギクシャクしてたんですけど、うん、これで帰りの恋愛相談でちょっと解決して、もう9月に結婚するって言ってましたよ、今年。あ、じゃあもうそろそろ結婚するっていうことで。いやいや、本当にね、だからちゃんとそういう実績もございますので、人の恋愛をうまく生かして、自分の恋愛はうまくいかない、そう、それが付着帰りの恋愛相談教室でございます、はい、先祖さん聞いといてくださいでや、よろしくお願いします。先祖が聞いてどうするわ。プープープーじゃないよ。さあ、今日も始まりましたっていうことで、お電話をつないでいきましょう、はい、どうぞ。お願いします。あ、そうなんです、今日は電話で相談したいという方がいたので、ちょっと電話させていただいております。あ、もしもし、はい、あ、こんばんは。こんばんは今日は、電話相談をしたいということで、はい、お電話をこちらからちょっとかけさせていただいてるんですけれども。改めまして、レコボコトラベリングリョートと帰りです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、そうですね、あ、そう、生電話させていただいておるんですけれども、じゃあちょっとラジオネーム聞いてもいいですか。あ、ST さん。はい、はいはい、こんにちは。ST さん、今日はどのようなご相談で電話をかけてきましたか。はい、前僕ちょっと振られたんですけど。振られた、はいはい、はいはいはい、で、そしたらはって言われて、はいはいはい、あー、なるほどちょっとね、はって言われたら嫌ですよね。俺も嫌かもしれない、そう言われたら。まあ、じゃあそのまあ、相談の内容としては、この告白をし、まあ、したことがあるけど、うん、それに対してちょっとまあ、心もとないこのなんかちょっと悪い返事が返ってきて、ね、うん、でちょっと今はもう告白するのが怖くなっちゃってるっていうことでよろしいでしょうか。はい、そうですね、まあまあまあ確かにそのね、そういう感じは結構ありますけど、やっぱり告白っていうのはね、この勇気を出して、うん、まあこの言ってるわけですから。そうですよね、それに対してね、そんなちょっとね、うん、このなんていうの、あんま考えない返事をね、されるとね、ちょっとね、その、まあ、自分の傷にもなっちゃいますし。だってさ、今の時代ってさ、若者そうだけど、うん、LINE とかでもう告白する人って多いさね。はいはいはい。でもこうやってちゃんと自分のね、口から言うっていうことはもう素晴らしいことだと俺思うわけさ。だって帰り実際に LINE だったじゃん。いやいや、ちゃんと口で言ってる時もあるからね。あるな、ちゃんと。でもやっぱ LINE に頼る時ってあるさ。俺はだからそれに関してはもう俺はいろいろ今考えは変わってて。なるほど。じゃあそれが根本じゃないか、今の話は。その話じゃないか。でも口にするってすごいよ、ね。そうそう、だからその話じゃなくて、だからまあ、うん、今はだから恋愛する、あ、恋愛と告白するの怖いっていうわけですよね。あ、そっか。ST さんは。ごめんなさい、全然話変わん。で、まあ、ちなみにじゃあちょっと聞きたいんですけど、うん、今好きな人とかはいるんですか。お、でもその人に対して告白するのが今ちょっと怖いっていう。
前一回ちょっとはーって言われたので。ああ、じゃあその、あのはーって言われた人と同じ人ですか、その人は。はい。あの、その一回告白したで、あの、まあ、はーっていう返事をもらったじゃないですか。はい。その方と、その方を今まだ好きっていうことですか、それとも別に新しい好きな人。ああ、ね、はいはい、なるほどなるほど、別の人ということで。そうだよね。まあそうですね、確かに、まあそんなね、はーっていう返事もらう人、好きでいる方がまあおかしい話ですから。ね、そうだよね、うん、まあそうですね、まあこの告白するのが怖いっていうことなんですけど、まあ確かにね、こう、その一度ね、ちょっと悪い返事をもらって、この心に傷が残るっていうことは、やっぱ誰しもあることというか、ありますよ。振られ方として、確かにひどい振られ方する人って、やっぱこの世の中にはね、結構、まあ、存在すると思うんですよ。はい、そういう、この、ちょっとね、あんまり人のことを考えない人って結構、やっぱ意外とね、みんなが思ってる以上にいると思うので、うん、で、まあそう、たまたま、そのね、ST さんはそういう方に当たってしまって、うん、そういう感じでちょっとまあこの傷をもらっちゃったと思うんですけど、うん、でもまあなんて言えばいいんでしょうかね、それって、うん、まあ逆に言えばまあ経験な、その いいように言えば経験なんですよね、その自分に負ったこの傷、うん、それをまあ確かにきつい体験かは知れないんですけど、まあ、その体験を踏まえた上で、まあ、次の人に告白するっていう勇気をまた次持てたら、なんていうの、それはさらなる成長につながるんですよね、うん、言ったら。だから今は確かにこの告白するのが自分でも辛いって思ってるかもしれないですけど、それを忘れさせてくれるぐらいの告白できるような相手をに、まあ、その今もしかしたら今自分が好きな相手がそうなるかもしれないし、もしかしたらその今好きな相手がそのレベルじゃないかもしれないんですよ。今のこの傷を克服させてくれるようなそんな人にきっと絶対に出会えると思うんですよね、これから。確かに今はきついかもしれないですけど、きついよね。でもそれを乗り越えられるほど好きになる人っていうのは、まあ自分が思って言ってるより意外と身近にいたりもするし、もしかしたらまだ出会ってないかもしれないし、それってまあ結局このあと人生に進まないとわからないことなんですよ。だからその、まあ、確かにきついかもしれないですけれども、うん、それをしっかりとね自分の中に、まあ、持ちながら、それをさらに超えてくれる、その自分の過去をも消し去ってくれるような、そんな相手に出会えたらいいんじゃないかなと思っております。なるほど。絶対にそういう人に会えると思うんですよ。そういうこの、まあ、人生、あの俺がよくこのラジオで言ってるのが、人生っていうものはタイミングだと思ってるんですよ、全て。確かにこの今このこれまでの人生でそのタイミングが今悪かったと、その相手に告白したタイミングがすごく悪かっただけ、それはただただタイミングが悪かっただけなんです。だけどそのタイミングが悪いのが必ず続くとは限らないじゃないですか。今まで多分生きてきた中でタイミングが良かった時と悪かった時って結構あると思うんですよね。でそのタイミングがただ前回は合わなかっただけで、次も合わないっていう可能性は確実に低くなってると思うんですよね。なぜならそれはタイミングが悪いっていうのを一回経験してるから、タイミングが悪いっていうのを多分自分の中の本能で分かってると思うんですよ。絶対にその自分がいいタイミングっていうのをまた見つけられると思うんで、そこをしっかり見逃さないように頑張っていただけたら、きっともっといいタイミングを見つけられると思うので、そのしっかりねタイミングを見逃さないように頑張ってください。 ありがとうございます。そんな感じで大丈夫でしょうか。あ、はい。じゃあ、よかったです。これからもまた何かあったら相談してきてください。はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあ失礼します。はい、はい、ということで、いかがだったでしょうか皆さん。どうしましてST さんね、もう、
まあ皆さんいろいろねあると思いますけど、うん、やっぱ僕はねずっと言っててこのラジオで言ってるんですけども、まあ、人生っていうものは多分全部タイミングでね出来上がってるものだと思ってるので、まあね、まあ恋愛だけじゃなくてもこの出会うタイミングだったりとか、あとねこの仕事だったりとかもね全部タイミングによってできてると思うので、それがいいか悪いか、それ悪いのを経験したらそれはね悪いことはこのタイミングだったら悪いんだってきっとね自分でわかると思うんです。いいタイミングに当たったことがある人は、あ、いいタイミングってこういう風に作れるんだってのしっかりわかると思うんですよね。それをしっかりね皆さんこのこれからの人生に生かしていただけたらいいなと、まあ全部僕の偏見ではあるんですけれども、まあそれがねその人のまたためになればいいのかなと思っておりますので、さあまあ いろんな出会いがありますからね。だからお笑い続けたり何してたりもね、そうそうそう、あのいろいろ出会いがあってここまで来てますから、そうそう、俺らもタイミングが合わなかったらお笑いなんてやってないですからね。やってないですよ、公務員になってますよ僕それはないと思いますけどね、うん、まあ、やってます、ね、はい、まあ、だからそうタイミングが合わないとねこうやってキャンさんとも出会えなかったし、そうだからね運命って本当にあると思いますよ。そうそう、うん、このリスナーの方々ともねこのタイミングが合わないと、ね、僕らはこうやってね出会うことはなかったと思うので、皆さんね、はい、ぜひこのタイミングをしっかりね人生見逃さないように生きていけたらいいのかなと思います、はい、まあ、いい時も悪い時も皆さん頑張っていきましょう。今日めっちゃ張り切ってん久しぶりに電話で来てるからな張り切るだろそりゃ、うん、だってこれもタイミングだから言ったらね、このタイミングを俺はうまくつかめばこれからまたどん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 相談が増えていく、そういうことなんです人生って。あー、はい全然響いてない全然響いてないわ相方。なるほどね、ということでまたね、まあ、電話したい方はぜひ DM ください。はい、もうぜひね、うん、FM ギノワンとかにも連絡くれば、うん、ね、事前に準備とかして連絡できますので、はい、お願いします。皆さんぜひね、まあ、また相談の方やってください。というわけでね、まあ、そろそろお時間のおきますので、はい、皆さんまたね来週もお聞きください。お相手はデコボコトラベリングの帰りとヨートでお送りしました。バイバーイ。バイバーイ。いや久しぶりの恋愛相談だったからね緊張しましたねはい、はって言われたら、ね、はってなんでなったのか、ひどすぎる、ね、そう、もうそんなやついたら俺好きです、付き合ってください。はボーンあほんまだ誰に対してもそういう言い方はダメです。そう、だから違う、だからちゃんと考えな、なんかね相手が傷つかないような言葉とかね、そう、そういうのを、まあ別にさ傷つかない言い方を知れとは言わないけど、うん、相手がさ勇気を出して告白してるんだから、そうそうそう、その相手が勇気出してるっていうところをちゃんと踏まえた上で答え出してほしい。ほんとに無限にしちゃダメ。うん、そう、そう、そう、まあそうなんですよね。だから歯はちょっと結局何の歯なんだろうな、なんで歯っていうのかな、わからん、そんなやつの、そんなやつの気持ちはわからん、我もわからんぞ。まあだから別にだからね、そんなやつのことをただ好き、ね、でも他の人の好きって言ってるから、ね、そう、別に好きな人ができたんだったらさ、それはまた一歩、新しい一歩だから、その一歩を積み重ねればいいんじゃないかなって思ってるけどね、うんうん、だってそれでなんかこう好きになるのが怖くなる人だってやっぱいるわけだよ、ね、いるよ、うんうん、いるよ、だって恐怖症になるって。そうそうそう、でもそれは乗り越えられてるわけだから、うん、好きな人ができてるってことはね、また次の一歩、次はもうあとはもう告白するだけさ、それで乗り越えることができるから、いろいろね、恋愛っていうのはね、大変ですか、恋愛は大変ですよ、本当にね、もう大変じゃなかったら僕こんな1年間も恋愛しないわけないじゃないですか彼女いないやつは切ないですよ、ね、お前が言うな、うん、切ない、お前が言うな、お前が一番彼女いないだろ、人生楽しいから俺は俺人生楽しくないとは言ってないけど、彼女いないのね、ねえ、じゃあさね、そうだよ、いなくても楽しいよ、うん、もう1年間セックスしなかったら童貞だからさ、仲間入りだよ。嫌です、ふふ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 あ、うるせえぞクソ童貞やわいはセックス経験しとるんじゃおっぱいもんなことあるんじゃ、これ自分の尻はもんないよ、おっぱいと同じと聞きました。違うよ、違うよ、うん、お前ハンドリアージュだな
1年ごときでうじうじ言うんだよ。それはお前海水さんが言ってるんだよお前。いやいや、うじうじ言うでしょ。二十数年でもうじうじ言うんじゃねえよ。ボスが言ってるぞ、ボスが。すげえ。キャンさん、ボスが、こういう戦いなんですよ。キャンさんが言ってるぞ。もう不毛の争いの頂点だって。まったく、クソみたいなやつだぜ。というわけで、みんな、バイバイ。あ、はい、終わり終わり終わり。30秒手振って、30秒手振って。あと20秒、あと20秒手振って。もしコインとかあれだったら、コインを入れてもいいんですよ。絶対入れんなよ。コインとかも。入れたら殴る、マジで。入れたら殴る、今日。あれだったら。本当に、アスカちゃん、殴るよ。いや、あと1個や、あるから。いや、本当に、あと10秒、あと5秒、いや、やめてやめて、本当にやめて、本当にやめて、本当にやめて、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 やね、やってたな、このタイミング。ちゃんとやってくれる。このリスナーはみんなちゃんとね、マジで終わってる、ほんとに。さあ、始まりました。始まってないわよ、マジで。帰らせ。お前。おい、ほんとに。30秒バイバイしたさ、来るだろ、お前。このクソリスナーが。おい、マジで。マジで、ヨナミネさん喜ぶな。今日は楽しかった。おい、マジで、なんだよ、ほんとによ。だったら全員コメントしろ。全員コメント。9名全員コメントしろ、今から。私ですってコメントしろ。俺も仕事終わりだから仕事モードじゃない、そういう方にしよう。ほんとに、ノリ、いや、ほんとに、これからもよろしくお願いします。まあ、よろしくお願いしますだけど。いいですね。ほんと、延長はないって、マジで。帰らせてくれ。お、ま、漫画読むよ、もう、じゃあ俺。今から携帯で漫画読むよ俺ね。え、携帯で漫画読みますよ。じゃあ音読してもらっていいですか。いや、なんで言うや。まあ良かったですね、今日も。はあ、最悪だ、本当に。いいよ、アスカちゃん合ってるよ。ノリ的に入れんばかなって、うん、ノリ的にいいじゃねえよ、うん、ってか、一番人数も減らんな、バイバイ言ったのには。これは合ってますよ。なんだこのラジオ、さあ、まあ、ツイキャスの延長からが僕たちの勝負ですからね。違いますよ、はあ、違いますよ、はあ、もうそろそろお盆か。まあ、明日からってかもうお盆じゃない、日付変わって。今日からでしょ。もう今日から。え、今日が運慶。運慶か。今日って今日？今日。うん、ああ、今日からなんですね。もう木曜日だから。そっか。そう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 。だから幽霊話はあの日付変わる前に終わらしたから大丈夫。ねえ、大丈夫ですね。怖いですもんね。じゃあ今からまた幽霊話していきましょうか。イエーイ。で自分が一番怖がるんでしょ。そうですよね。はぁ、エイサー楽しみだけどな。エイサー、エイサー知られたエイサー、水産シチューチエイサー、アマチガンティアマチガンティ、あたしまぬちむき。これいいですね、さすが沖縄だ、沖縄市だな。キャンさん沖縄市ですか。島の心のやいびんしが、あやいびんしがあって、イエーファイヤーとの瞬間デジッキーアッサーファイヤースンスンスイソーソー。うるさいな、うるさいな、もうなんで、なんでさ、こうラジオ終わってテンション上がるの。ラジオまでこう来て、それ終わった瞬間違うよ、カイリ君、違うよ、始まる前から。始まる前から俺とキャンさん、あと島のザホルモン歌ってました。何なの、私、本当に。ラジオ始まる前、こんなテンションやって、始まったらなんかこう、始まったらこう、どういうことですか。ラジオ内でやれ、全部。ラジオはパッケージングしないといけない。そうだね。パッケージングしないといけない。またって感じで。おい、やめろ。パッケージングとか言うな。お盆か。え、今年沖縄の怖い話やった？もう終わったよ。はっ、終わった、いつ終わったよ。終わった、トラウマナイトが先週、うん、あ、先週で終わったんですか。で、多分沖縄の怖い話をやるのかな、今年。やらないのかな、わかんない。本校はもう終わったしな。だいたい終わったか。だいたい沖縄の怖い話はお盆にぶつけてくるからね。ですよね、うん、
あんのかな、じゃあお盆のうち一回沖縄の怖い話出てみたいな。出たことある。マジ？マジですか？いいな。全然出たくない。警察官役で出たことある。いいな、出てみたい。沖縄の子友治さんが幽霊じゃなかったかな、警察官役の。そうなんだったかな。ゾンビ役見たことあるかもしれない。なんかゾンビ役もありましたよね。あと友治さんが車でやってる。あ、そっかそっか。あれもあり、あれも友治さんから、サトウキビ畑で、うん、こう警察官がこうなんかこう止まれってやって、なんか悪いノリで運転してたのかな。友治さんがこう幽霊の警察官か違うのかな。あ、ヒカルさんね、眠いので、あ、おやすみなさい。じゃあ僕もそのまま落ちましょうね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。今日はね、わざわざ、こんな時間まで聞いていただきありがとうございました。というわけでね、僕も寝ます。じゃあバイバーイ。じゃあまた来週ね。あちゃーやー。